はい、おはよう。ひなちゃん、おはよう。稼いでるか稼いでないかで俺は定義してるけど、配信で食えるようになったらプロ名乗っていいんじゃねえっていう。音聞こえてる？はい、ワード2。音聞こえる？なんかさっき不具合あったらしいんだけど、声入ってる？聞こえてる？問題ないね。OK。おはよう。いや、天気いいわ、今日。新宿人ガラガラだね。多分、駅前もいないよ。はい、野口さんはどつ？音でかいとか小さいとかあったら教えてね。散歩だね、買い物。うん、1万回はね、やらなかった。600回だね。花火が上がんなかったね。はい、ワード2。天気めっちゃいいな。超快晴。これリスナーさんからもらったやつだね。もう1年ぐらい前かな、2年ぐらい前かな。今日は黒黒です。お揃いです。ジャックダニエルのパーカー、これ3000円ぐらいで売ってるよ、アマゾンで。もう1枚欲しいよね。おはよう。いいよね。誰もいない、新宿。ガラガラ。西新宿は特に、もう何にもない。誰もいない。人通りがね、いつも5分の1もないよね。コメント見えねえな、逆光で。すがすがしいね、ほんと。いい朝だよ。ラーメン。ラーメン屋になるの？あ、ポチさんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。じゃあさ、サイがさ、サイって強いじゃん。角生えてて。サイが来たらどうやって倒すの？サイ？サイ。あの角があるじゃん。うん。角のところをパッと押さえて、おお。バーンってやんの。そう、倒すの。それで、その後は？その後は、うん、もう、こう足をバーンって。サイよ？そう。サイ投げちゃうの。強いな、のんたん。そっか。角まず押さえるのね。うん、ノンタンすげえわ。そっか。ハトは？ノンタン、ハトがいるよ。ハトはもう、ちょっと待って。こちら来て、ノンタン。ハトがいるな。ハトはどうやったとか。ハトはもう足を向かって。うん。バーンそうだね。ハトはそんな強くないからね。うん、飲んだ残酷だな。
中央公、中央園、ちょうどサイいるからやってきて。中公園ってどこ？おはよう、キッドさんおはよう。お出かけでーす。こっちが来て。新宿っすよ。新宿っす。今ちょうどミニクーパーのところだね。新宿の。本当はね、一番近いスタバはあそこにある。うん、そこそこ。お、大丈夫？寒いね。ね。久々日光浴びたね。4日ぶりぐらいじゃない。ガラガラだよ。誰もいないよ。いや、うん。でもね、ほんとね、毎年びっくりするんだけど、人がね、ほんと消えるんだよ、新宿。ウィロさん、風船10個ありがとう。ほんとにね、人がいなくなるの。寂しいよ、東京は。年末年始の東京は。みんな田舎に帰っちゃうんだろうね。近所の人も騒がしくないもん。あ、車の熱気があったかい。いや、天気いいや。そうそう、ビジネス街だから、この辺は。普段はね、人ごった返してるけど。あー、天気いいや。ねえ。たまには散歩もいいもんね。体にいいから。気持ちいいね。ちょっとだけ肌寒いけど、うん、ちょっとだけ肌寒いけど、天気はいいよ。うん、天気はめっちゃいい。ハートプレゼントありがとう。ありがとう。サンキュー。おしゃれなカフェでも行きたいねの。あ、のんたん髪の毛赤くなってる。ちょうどね、黒が落ちてきて真っ赤になった。今光当たってかっこよかったよ。本当にびっくりした。新宿バスさんの高速バス全滅だったからみんな田舎に。うん、ガラガラだったでしょ、バスターね。あ、かわいいかわいい。何あれ。ほら、綺麗でしょ、飛び方。こうやって風にピューンピューンって乗って。釈迦のブサイクな飛び方が、
バサ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 。まあしょうがないよね、部屋で飼ってるから。自然はやっぱすごいよね。鳥がね、釈迦のおかげで野鳥が好きになった。あの鳥なんだろうとか、かわいいんだよね。はい、どうもー。こんばんは。こんにちはか。こんにちは。都内はガラガラほら。人誰もいないよ。まあ、正月に新宿観光とかしないもんな。やっぱ、のんたんのさ、借りてるパソコンの方が軽いから、こっち側ね、肩こるわ。久々やると。辛くなってる。この微妙な何グラムの差がね、やっぱ絶妙に重たいね。バッテリー買えば。ん？バッテリーを買えば。バッテリーをね。あのラブって誰が設計したの？デザイン。これ。このラブ。有名なデザイナーでしょ？これ。熟戦熟戦ってなんだよそんな言うほど俺ら若くねえから、でもまあ年齢差そんなないけどな、3つ上だよ、俺がおっさんだから。でも年上の方が好きだよ、若い子はダメ、魅力が。ごめんね、繋いだり話したり重たくてさ。もうすぐ駅だから、うん、
25くらいから、うん、25でも若いな俺は。うん、明けおめえ、またやろう。今から買い物いろいろ回るのね。はいはい、いよいよどうしよう。ピアン君もね、来年もよろしくね。コガのおっさんっていう単語を初めて聞いたから何のことかわかんない。何コガのおっさんって。ここもスタバだよ。どうやってるでしょ、どうやってるの、スタバで MacBook Air を開いてどうやるんだよ。別ノートじゃどうやれない。タイガーのおっさんって何。眩しい。ランドセルではないです。31歳です。ランドセルつけないでしょう。最先端だから。そんなプップププップやんなくていいじゃんね。かわいそうじゃんね。入れてやれよ。かわいそうに。せちがれえな。タクシーだな。そう、新宿のタクシーはほんと質悪い。すぐプップップップ鳴らすから。少ないね。駅前でこれだよ。やばくない？駅前でこの人の少なさだから。誰もいないよ。うん、プラプラね、お買い物。買い物だよ。都内のタクシーほんとダメ。あ、レクシーって免許持ってんの？免許持ってる系男子？それ持ってない系男子よ。いやー、年末年始はほんと人いないよ。ガラガラだよ。あ、持ってるんだ。ね、持ってない系男子に見えた。
東京も田舎も、いやだって東京ってそういう街だから、東京でその東京生まれ東京育ちっていう人なかなかいないよ、うん、おのぼりさんで形成されてる街だから東京は。多分ね、東京で生まれて東京で育った人って俺ジブラさんしか知らないもん。それ以外知ってるみんな。はい。俺ジブラしか知らないわ。多分ジブラしかいないんだよ。自販機がいっぱい？自販機じゃなくて今のコインロッカーね。東京天気めちゃめちゃいいよ。ゴールデンウィークはそうそう、みんな田舎に帰るの。だからガラガラ。いつも交差点人いっぱいになるけどガラガラだもん。ここが新宿ですよ。新宿の。千葉、神奈川、埼玉、東京。いや、そんなことないよ。俺千葉生まれだけど東京とは全然違うよ。ケンタッキーだね、のんたん。そう。私もそうだよ。東京生まれ、東京育ち、東京住み。あ、そうなんだ。あ、やばい。のんたん、走れ。走るんだ。危なかったね。これから帰る人もいるね。そうだね、これから帰る人もいるね。空いてるっていうか、東京の駅がこんな感じ。いつもここ満員になるんだけど、こんな感じ。右がバスターミナルだからガラガラでしょ、うん、この時間だと歩けないぐらい人がいるけどね。普段だったらガラガラです。人が全くいない。ガラガラでしょ？眩しい逆光で。実家があると田舎に帰って東京に戻ると空気が臭いってなる。あ、でもね、東京そんな臭くないよ、最近。それね、多分ね、5、6年前の話だと思う。東京空気すごい綺麗になった。でも、やっぱり田舎の方行くとそれでもだいぶ違うけど、昔の新宿はほんと空気悪かったもん。池袋と新宿、ああまだ悪いかもね。確かに。下水道の匂いとか歌舞伎はずっとしてたよね。ドブ臭かったよね。今そんなのあんまりない。昔の歌舞伎は本当にひどかった。てか新宿全体がひどかったよね。東口の方は本当に下水の匂いがずっとしてんだけど、なんだろうね、なんで良くなったんだろう。石原都知事が多分デッキブラシで磨いたんだろうね。東京は大衆きついやつか。いや、それはないんじゃないかな。
わかんないけど。満員電車とかで、そういうイメージなんだよ。懐かしい、スマップ。いや、嘘だろ。嘘、本当にスマップが1位って本当？嘘でしょ？スマップのアルバム1位って本当あれ？嘘でしょ？スマップの CD1 位って出てんだけど。本当に？タワレコ。スマップ1位って本当？しかも、青い稲妻だったよ、今。ベスト版じゃない？ベスト版だね。欲しいわ。マジなの？え、なに？みんな買い漁ってんの？へぇー。なんか青い稲妻とか、めちゃめちゃ久しぶりに聞いたんだけど。1位、スマップ、青い稲妻ってです。すごいね。おはよう、ひでぴょん。スマップ、あ、ファンが今買い漁ってんだ、解散だから。多分ジャーニーさんが言ったんだろうね。言う別れちゃいねよ。え、なに？結局、新事務所になるの、木村拓哉だけジャニーさんのところ残るって感じ？どういう感じになるの？知らないよね。のんたんに聞いた俺が間違ってたわ。ごめん。初めて東京行った2日目に秋葉原の横断歩道でスケスケのベビードールとパンティーの女とすれ違ってぶったまけた。あ、東京では女の子そんな感じだよ、全員。キムタクだけ残るんだ。解散って言うと売れる。そうかな。そういうもんなのかな。引退詐欺。引退詐欺。ジャニーズ事務所は腹黒い。あ、脇は閉まってる。まあね、生主も引退って言うとね、閲覧増えるもんね。解散という名の売名。そうめんのチャーシュー丼、クソうめえかんな。じゃあ、とりあえず今から、え？もう一回言って？何を？なんか言った？俺。とりあえず今から画材とアクリルボードと、100均で棚を買ってくるから、うん。また買ったら配信するよ。お店入るからさ、服見る。服見たい？白熊タンおはよう。映画見ちゃう。何やってるの？映画ほら、戦争もののやつですごいいいやつやってるよ、アニメ。なんだっけ、戦争のやつ。ね、なんだっけ。君の名はじゃない。なんだっけな。なんだっけ。うん、今ね、丸井の前。なんつったっけな。ちょっと待って、逆光で見えない。影に行きたい。影に。この世界の片隅に。
やってるかな、ちょっとそこの看板見てみよう。でも向こうでもやってるはずだから、今やってる映画見てみよう。今やってる映画はハリーポッターでしょ、君の名はでしょ、君の名はハリーポッター、僕は明日君、昨日の君とデートする、知らん知らん、今好きになる、好きになるその瞬間を、妖怪ウォッチ、ローグワン、え、何これ、スターウォーズ、もう一つのスターウォーズ、ローグワン、こんなんやってんのね、面白そう、これ見ちゃう、オアシス、スーパーソニック、モグ、こういうの好きなの、モグラの歌、テアトル、ポッピン級、バイオハザード、ザ・ファイナル、これあれか、ローラが出てるやつか。じゃあ皆さん買い物行ってきます、お疲れー、お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。